ゲーガー画面タビス、え違うかな。皆さんこんにちは、ゆずきしろです。はい、今回は久しぶりにアークやっていきたいと思います。実を言いますとね、私ちょっとサーバーの方を変えまして、なんとね、こちらの豪邸、リス族の方のお家に私移住してまいりました。はい。いや、リス族はね、桜餅カンタさんとルナボーさんがね、これ経営しとる施設でございます。今回ね、2人がこう優しくね、うち来たらいいんじゃないって誘ってくれたんでね、私こちらの拠点にねお引越ししてまいりましたよ。ということでね、今回こちらでねやっていきたいと思います。これ久しぶりでね、ちょっと操作をねだいぶ忘れておりますがね、なんとかかんとか、これなんとかかんとかねやっていきたいと思いますよ。これででだな、確かね、こういう感じでやっとったかな。なんかこれ視点がちょっと気持ち悪いな。なんかもうちょっと変えれんかったっけ。あ、これこれこれにしてね。うん。でね、早速このリス族のね家というのをねご紹介したいと思います。いや、ほんとね、私居候だから 100% 何もしておらん拠点なんですが、こちらの拠点ね、とんでもなく素晴らしい施設となっておりますよ。ちょっと待ってね、これしっかり閉めんとね、人に入られる恐れがあるから。よし、 OK。でね、ここに海のね生き物たちがこれおるという感じですよ。こちらね、これメガロドンなんだかな、こっちのサメちゃんは。うん、あっちのイルカはこれなんて読むんだろうかね。これイルカ。これイルカね。うん、2匹ほど、飼っておるみたいです。はい。なんかスピードがね結構速くって、水中の探索に行くときに役に立つよという感じね。うん、確か可愛い感じのペットちゃんたちね。でこちらがね拠点になるんですが、どうやらね私の知らない間に拡張したみたいで、恐竜広場ね、あちらにたくさんの恐竜がおります。ちょっとね、あっちの恐竜はちょっと後回しにしまして、最初はここ恐竜広場だったんですよ。これね、恐竜広場に食うっていう感じでね、これルナ坊さんがね絵を描いたという話でございます。こちら絵心のあるね、非常に可愛い絵でございます。こちら私これ絵心がね皆無なんでね、悲しいことに、悲しい、絵がね描けない感じでございます。あら、広くなってるわ、本当にすごいねこの施設。うん、いや、私もねたまにこれ協力してね、ちょりっとこれお家の方の建設をね進めんといかんなと思うね。レベル、私まだこれレベル8だったかな、レベル8でございます。私なんかいつの間にか死んだのかな、装備品がねなくなってるんだな、これ悲しいことに。ということでこちらがね拠点のお家でございます。マイハウス、マイハウスでございます。こちらのこの鉄の扉にこう守られたこれ家の中はね、とてもこれ整理されたね、とても素晴らしいところ。うん、なんか掃除って書いてあるから、これ素材か、素材、掃除ってひでえ読み方、素材、素材置き場でございますこちらね。うん、いやー、これすごいね、肉大量に焼けるキャンプファイヤーのね参考とピョンピョンピョンとこれ置いているという感じですな。うん、なるほどね。で、そこになんて書いてあるのかな、これご飯って書いてある。ご飯、ご飯いただけますかね、ご飯は。あ、入っておりますか。あ、これ卵だ。そう、なんかね新しく卵っていうのが追加されたみたいで、知らんうちにね。これ堂々鳥のエッグとかだな、堂々鳥が産んだ卵か。うん、どうやらまだ卵の方では何も孵化しないらしいんだけど、可愛らしいこれね、卵が増えとるという感じですよ。たまに産むみたいね、卵も。ここにご飯入ってる。あら、
これまた卵、なんか知らん卵だね。これちょっとばかし、私もお腹が空きますんで、これいただいておきましょう。でね、ご飯すごいな、3つもあるんだな。ご飯置き場3つの冷蔵庫にね、大量のこれ腐った肉とね卵の方が入っております。ということで、ここはなんかすっげー家の中煙いな。いや、度重なるアップデートでね、いろいろ変わってるみたいね。なんか煙がかったりするようになったかなったとかならなかったとかね、なんかそういう話を聞いたりしております。私ちょっとこれ私のお肉を焼くためにね、木の棒切れはないかね。いや、ほんと段取りが悪いでございます。ないかな。あ、またすごいナルコティックすげえいっぱいあるんだけど、焼けないな肉。ここ素材あっちにもあるな。このタンスちょっと調べてみよう。いやいや、本当にこれまたね、引っ越ししてからね2回目ぐらいのインでございます。いや、やらないといけないなと思いながらね、いろいろ別のゲームとかに手を出したりしてね、なかなかアークをやれなかったんですがね、まあなんとかかんとかね、時間とってこれ進めたらと思いますよ。ん？これまたすっげえ素材がいっぱい入ってんな。いやいや、ありがてえ限りでございます。私本当何もしてないから、せめてなんか自分のことぐらいはねどうにかせんといかんぞこれ。あ、これでも焼けたっけ。これもらっとこう。ありがたーくいただいておきましょう。ここは予備道具って書いてある。予備の道具置き場か。いや、こんだけねタンスがあるとね、整理整頓されてね、とてもこれ使いやすい感じでございますが、やはりね整理整頓されたこのね中はとても使いやすい。なんかこれ切った方がええんかねこれ。ちょりっとこれ材料いただきまして、これで私めも一人前のねハンターとして、ハンターではなかったな、一人前の、何かしらとしてね、私もこれできるんじゃないでしょうかね。なんせこれ焼くものがさ、木がないな、どこにも木がなかったんだな。これどうしようもんかな、これどうしようかな。これ辺になんか入ってなかったっけ、さっき雑地。あ、雑地持ってるわ。これで肉焼こう。あ、非常にね段取りが悪い。久しぶりのアークでございます。キャンプファイヤー、キャンプファイヤーにアクセスできない。あれ、なんか入らないぞ。あれ、おかしいな、なんでやろうかな。あ、やっと入れた。なんかだいぶラグがねありました。今でだね、ここにちょりっとこれお肉たちを入れまして、ファイヤー、うん、久しぶりにねやってきましたよこちらね。いやー、本当に素晴らしい施設でございますよ。何が入ってんだろう。あら、ここにもそうだ。あ、ここに木入ってたんだ。まあいいかな、まあいいか。雑地で燃やしちゃったし、雑地で燃やそう。雑地ででも案外早くね燃えちゃうから、どうだろうかね、全部焼けるかな。あ、1個来てる。よしよし、ありがとう。で、お肉をね食べさせていただきましょうかね。なんかちょっと減ってたね。さてと、これでね次のお肉と、あーよかった、次の肉も焼けてるわ。あとなんか私さ、なんか作れんかったっけ。いや、これ全然作れないね。まだねレベル8だから、少しずつねレベルを上げていかないと全然ねクラフトできるものがない。うん、何も作れないという感じでございます。こちらね、さて、あと残りお肉が1つという感じでございますがね、こちら早く焼けてくれたらね、やっとこれ恐竜の広場にね探索じゃないな、紹介できるんじゃないかね。カンタさんとねルナボーさんがねこれせっせとこれ育てたね可愛らしい恐竜たちをこれ見に行けるんじゃないかな。さて、お腹の方はまあだいぶ満たされてきたので、ちょっとこちらね拠点とこれお肉は
お肉の方をこう後にして、ちょっとラグってんな今、なんかちょっとラグった、気のせいかな。これでね、閉じまりとさせていただきましょう。閉まらない、ちょっと本当にね、段取り悪すぎる久しぶりのアークでございます。さてと、これ難しいな、あ、ラグってる。オッケーオッケー、ここでやっていけるわ。恐竜、うん、恐竜見に行こう。すんげえいっぱいいるんだこの拠点。ほら見てよこれ、とんでもねえぞこれ。あ、あ、ちょっと待って、あれ最後にしよう、あれ最後にしよう。すっごいね、並んでる。これシソチョウって呼んでた空飛べるすごい人でございますこちら。いやこれもねすごい時間かかったんだろうな。150レベルになってるよこれ、すごいねこれ。名前がこれクロウって、これカラスかね、カラスちゃんと、カラスちゃんとこれゲーム、ゲーガー画面タビス、え違うかな読み方がちょっと、あ、合っとるねこれ、え、これ合っとったかね。俺モズクちゃんとね、こちらレベル80の、これなんかオーナーが違うぞ。これ誰か置いてった恐竜ちゃんなのかねこれ、どうなんでしょうか。まあまあよくわからんでこちらね、プテラノードみたいなやつ、もうモッチーかな、モッチーレベル38。いやこれ色違いでね、トーマート、トマトちゃんがねこちらレベル33と。あらやった、カエルがいる。え、何これ、カエルいる。マルマル、レベル151だよ。とんでもなく高いんだがこれ。カエルか、なんか湿地帯かなんかが新しく増えてそこに来た人かな俺。あな、何このちっこいやつ、ちょっと待ってくれ、何これ、え、なんだこれ、謎の生命体がいる、謎の生命体。ちょっと私もね同じ視線で見てみよう。誰これ、誰これ、マジで、え、なんて書いたんだこれ、どこよか名前かね、わかんないなこれなんて人なんだろう、なんか持ってんのかな、持ってない。名前はモノちゃんがねこちらにおります。他はなんか3匹ぐらいいたよね、3匹いる。これなんだろうこの生き物、なんかちっちゃいペットでしょうかね。スモーちゃんがねこちらに。まだなんか暗くなってきたな、4匹いるよよく見たら。色違えてさ、これ白でしょ、そこ黒がいて、なんか緑みたいな。すごいな、こんなに恐竜いたんだね俺。そして、それからのね、カメちゃんがね、カメちゃんいるね、なんか変な鳴き声も聞こえる。カメちゃんと、これは何だったかな、足の速い人かな、うん完全に観光気分でございます。これゾウの祖先の方もねおるね。あ、エリマキちゃんもいるじゃん、エリマキちゃんもいっぱいいる。え、すごい、よくねこんなに揃えたなぁとね感心でございますよ。あとこちらサソリちゃんがね、サソリちゃんも結構戦ってくれるって強いっていう話ですね。これね、虎の人ね、虎の人もすごく強いんだよね。いやいやこれ3匹もいるぜ、とんでもねえ拠点だぜ、こことんでもねえ拠点に私引っ越してまいりました。いやすごいねこれ、アルマジロっていう話だね。うん、アルマジロこれ色違いかな、3匹ほどおります。そして奥にも大型の何かしらがおって、マンモス2匹もいるな、すごいね。これね、なんだろうこれ、これ すげえ強いってやつじゃない、この背びれのさついた人、これ強いやつなのかな、よくわかりませんこれね、うん、これトリケラトプス違うわ、なんだっけなこれ名前、うん、何かの恐竜
何かの恐竜がこちら3匹ね。おって、いやいや、なんかどんどん暗くなってきたな。夕方になってきたぞ。マンモスもね、すごいなこれ。なんだこれ、あ、ワニがいる。ちょっと暗くなってきたから明るさ調整しましょうかね。ガンマ4だったな。あ、ここじゃない、違った。ちょっとスペルは違うみたいということでね、なんとかこれガンマの方をね調整することができたんで、やっとね見れるようになったわ。うん、めっちゃ暗かったよねさっきまで。ガンマのスペルがね微妙に違ったというね悲しい感じでございました。私非常に悲しかった。うん、いやすごいねこれ、ワニとかさ、はえー、これね強いっていうね感じですわ。うん、確かベルクラさんのサーバーでやってる時、私このワニに一撃でやられたようなね覚えがありましたでこれちょっとねお弁当を食べて、こちらすごいな、これなんだろう、このなんかつるっとした人、これ鳥の祖先みたいな感じ、これなんて名前なんだろうね、これどういう感じ、そういう感じの方ね、こういう感じの方のようですな。いやいや、とんでもない拠点だな本当に。よくこんなにね頑張ってテームしたなとね、もう本当に何様だっていう感じじゃない、私1ミリもね手伝ってないからね。いやー、そのうちね私もちょろっとね活躍していきたいなーなんていう感じですわ。これあれかな、運行置き場かな、肥料か、なんだろうこれ、あ、餌が入ってる、これ私もいただこう。よしよし、しめしめと、これあれかな、動物の餌かな動物の餌をね私もらいました。でこれさ、これほら見て、これね、これあら、え、なんかさヘルメットかぶってんだけど、こいつちょっと待って、これゴリラの人だよね。増えたさ、アップデートで増えたギガントピテクスっていうさゴリラの人なんだけど、ね、これ乗れるのかな、かわいい顔してる。意外とこれねつぶらな顔だよね。うん、乗れる、いいで乗れる、なんか持ってるかな、ギガントなんたらさ、なんか2つ持ってるよ。なんだ今ウォウォ言ってた。ちょっと待って、これさ乗れるんじゃねえか。あ、乗った、すげえすげえ。行こうゴリラ、行こう行こう、すごい。これ取れるもの増えたりするのかな。あ、なかなかこれ小回りが効いていいね。いやめっちゃ取れるよこれ、多分ね他の恐竜もいろいろ特化してるからね。いやいや、これですマジで、木の実には困らんよ。うん、木とかも切れるのかなこの人で。石とかはさすがにじゃ無理かな。どういう感じ、これちょっと近くの雑草を切りつつ、やっぱりねやっぱダメね、石はダメね。うん、だけどこの木はどうかな、ちょっと挑戦してみよう。あ、すげえ一撃だぜこれ、マジかよ、すげえな、楽だわ楽しちゃってるわ私、すごい取れる。いやー、非常にねすごい拠点にね私お引越ししてまいりました。うるせえなウフォフこれがね飼い主、きっとねこれを一からテームするとね、いやーかわいいとかってなるんでしょうね。私のこの愛のない感じがね非常に微妙な感じではございましたね。今回このうるせえなマジで今回この拠点をね紹介できました。いや非常に素晴らしい拠点でございますわ。うん、私もねそのうちね拠点の方をねちょっとみんなと一緒にね協力できたらいいかななんていう感じですわ。この人はどうしよう、足早いの、足上げとこうか、これ勝手に上げちゃってよかったかな。
本当に1ミリも何もしてない人が勝手にレベル上げちゃったけど、という感じでね、うん、今後もあのたまにねアークの方ねやっていきたいと思います。まあ、アークの方ね、まだその早期アクセスとは言っているもののね、これだけの恐竜がねこの世界におるという、まあこれ以外にもまだまだそのテーマしてない、恐竜がねたくさんいるという感じですわ。あとね、つい最近のアップデートで湿地帯とね雪山というのが、新しく増えたのでね、またそちらの方にもあの狼だったり、湿地帯はなんかヘビとかかな、うん、なんかね変わった恐竜がねちらほら増えておりました。はい、ということでね、私もねこういう風にね立派なペットたちをこう集めていきたいと思いますよ。まだねテイムはね一回もしたことがないもんだからね、そのうちできたらいいかなーなんていう感じでございます。なんとかねやっていきたいと思いますよ。私まあ一人じゃなくてもね、あのみんなでやればね怖くない。うん、多分ね、あのカンタさんとこうルナボーさんと一緒にやればね、私もこれ立派なあの原住民じゃない、あの人間としてねこれ生きていけるんではないでしょうかね。ということでね、今回はねここら辺で終わりたいと思います。はい、それではまた次回、ゆずきしろでした。